島スペイン村、島スペイン村は、三重県島市磯部町坂崎にある複合リゾート施設。近畿日本鉄道が、総合保養地域整備法の施行に合わせ1988年に、策定された、三重サンベルトゾーン構想に基づき、三重県島郡磯部町の協力を得て開発した、施設で、テーマパーク、パルケ・スパーニャを、中核施設に、ホテル、 島スペイン村、天然温泉、ひまわりの湯の3施設で構成されている。開発当初は、リゾートマンションやコテージ等を多層的に展開する、レジデンシャルゾーンの開発計画もあったが、現在は凍結されている。島スペイン村、円形近鉄が、島半島での観光開発に着手したのは、伊勢島エリアが1946年に、 国立公園に指定されたのがきっかけである。1951年には、戦後初のリゾートホテルである、島観光ホテルを賢島に開業、そして1960年代初期には、東京オリンピック開催に合わせ、ゴルフ場や別荘地等を開発するために、広大な土地の取得を始めていた。しかし、本格的に開発が始まったのは1967年に、 策定された第三次輸送力増強5カ年計画発表以降である。この計画は1970年の大阪万博の来場者を伊勢島まで誘致する目的で当時孤立線であった近鉄島線と大阪、名古屋方面と直結している近鉄山田線と接続する賭場線を新たに建設し合わせて島線を標準期化することで大阪、京都、 名古屋から賢島まで特急列車の直通運転を可能にするものであった。この工事は1970年1月に完成し、同年3月に開通した。これにより、大阪万博からの周遊客などの利用により、近鉄特急の利用者数は大幅に増加した。しかし、1973年の伊勢神宮、式年仙宮以降は、期待されたほど、 特急利用者数は増えず、伊勢島への観光入り込み客数も、1300万人から1400万人で、停滞していた。このため、近鉄は1970年代半ばから、伊勢島の観光入り込み客数の活性化策として、大規模なリゾート開発の策定に着手した。近鉄は、観光入り込み客数の停滞の要因を、伊勢神宮や鳥羽水族館、 三木本魔樹島という観光資源に過度に依存し、海産物をはじめとする食の豊かさに安堵し、観光開発を怠ったため、若年層やファミリー層の観光ニーズに合わない、旧来の観光地とイメージされていることに起因すると分析し、これらの層も含め、集客力の強いテーマパークを中心とした大規模なリゾート開発を決定した。当初、近鉄は、 島半島に点在する4カ所の社有地を利用して、島線の複線化を軸とした、複数のリゾートを開発する計画を持っていた。戸橋し矢田湖町と大札町にまたがる南戸場地区の社有地には、分譲別荘、リゾートマンションペンションコンドミニアム、ショッピングセンターアミューズメント施設を、磯部町、坂崎地区の社有地には、 テーマパークを、阿護町横山地区の社有地には、ゴルフ場を、阿護町国府地区の社有地には既存のゴルフコース沿いに、マリーナや、サーフスポット等の海洋レジャー施設の建設を、それぞれ予定していた。この計画に基づき、近鉄は1988年2月には、三重県と国土町に開発計画を届け出ている。 そして地元との調整が整った場所から順次着工し、21世紀初めまでには、島半島に一大リゾートを完成させる構想を抱いていた。しかし、バブル景気の崩壊とともに、景気動向の先行きが不透明となったことから、まずはリゾート法の適用を受け、地元との調整も整っていた、島スペイン村から開発することになった。 シマスペイン村計画自体も縮小化され、テーマパーク、パルケースパーニアの開発事業費は、当初発表された680億円から、一旦は480億円へ、最終的には600億円へと変更されており、ホテル、シマスペイン村も、客室数500室規模から約半分の252室に、縮小された。また、開発事業費、 約500億円規模に及ぶ居住区域の同時開発も中止となった。島スペイン村開発計画にあたっては自然環境の保全を原則に基本理念を心の再発見に置きテーマをスペインとした。バブル崩壊の社会情勢から物から心へ。経済優先からゆとりという流れの中で伸びやかな空間の中で ゆったりとした時間を楽しく過ごすことのできる場所が求められるとし、これをスペインの人々のゆとりやおおらかさとスペインの大地の豊かさ。これらの体験、共感を通して人間らしさの回復や心の再発見をすることを全体コンセプトとした。テーマとしてスペインが選ばれた。 理由入り口前の石堀、スペインの太陽ドンキホーテと山頂パンサゾーカルメンの衣装、バタデコーラ月間レジャー産業やアミューズメント産業、等の業界誌に掲載された、開業当時の島スペイン村経営陣のコメント、等によれば、下記のような理由が挙げられている。月間レジャー産業に掲載された初代島スペイン村、取締役社長である、矢原武雄へのインタビュー記事によれば、 島スペイン村開業当時の近鉄社長で、島スペイン村開発推進者であった、金森も一郎が、テーマパークの開発にあたって、文化性を強く出す方向性を示唆した。これに基づきコンセプトを策定した結果、日本ではスペインはあまり紹介されていないが、カルメン、ドンファン、東牛、ドンキホーテ等日本人に、馴染みのある話題が意外に多い点に着目し、 スペインという国をテーマとし文化性の強いテーマパークを作り上げようと結論付けた。ただしアハラはそれじゃなぜスペインかということですが他ではあまり取り上げられていないからというだけではちょっと説得力が弱いかと思いますが一番ポピュラーな説明としましてはスペインに関して日本人が持つイメージはというのは明るい太陽と海辺というものが一つのイメージだろう。 島というイメージが大体合致している。そういうことで良いのではないか思いました。とも述べている。島スペイン村の開発エリアはすべて伊勢島、国立公園内で自然公園法による規制計画等で無秩序な開発や利用を防ぐ特別地域に指定されていた。このため開発当初に開発できたのは 開発面積全体の約30%程度で一時的に工事で伐採した緑地についても新たに植栽し緑地に戻したほかテーマパークでは第一駐車場の一部を芝生化した駐車区画を設けたりコロシアムの座席周りに芝生を貼るなどして緑地化率を高める工夫がされたまた先のスペインをテーマに選定した過程を述べた 月間レジャー産業のインタビューで、この地域全般の特色ですが、漁業権が非常に確立しています。畑のような感覚ですね。畑の中にむやみに立ち入れば叱られる。養殖漁業のために、海が使えない傾向を持っていますが、なんとか漁業権との調整をとって将来的には、マリンレジャーも提供できれば、ありがたいと述べている。しかし、 当初計画案があった近鉄島磯辺駅から、島スペイン村への定期航路計画は頓挫し、ひまわりの湯を開業するにあたっても、海洋への温泉の排水が及ぼす、海水濃度への影響で、養殖をはじめとする漁業保障問題のため本来は、かけ流しが可能な湯量があるひまわりの湯だが、循環ろ化式での営業となるなど現在でも、マリンレジャーを開発できる状況には至っていない。 島スペイン村の全体開発面積は113ヘクタールで、東京ドームに換算すると、約24個分にも相当する広大なもので、そのうち100ヘクタールについては近鉄が1960年代初期に取得したものである。しかし、上下水道や道路などインフラストラクチャーが未整備のため非常に母化が低い社有地であり、開発が中止されていた。 全体計画面積113ヘクタール海援時の総事業費開園後の主な大型設備投資学伊勢島国立公園内に立地するため開発段階から高度の生活処理排水施設やゴミ焼却施設を導入し環境対策が行われているが近年は環境対策について地球温暖化対策推進法や食品リサイクル法をはじめ ゴミ焼却時の大用基震処理、2003年のロンドン条約で禁止される汚泥の海洋陶器など、開業当初より高い基準に対応するため新たな処理施設が導入されている。また、三重県生活環境の保全に関する条例第9条、第1項に基づく地球温暖化対策計画書を2005年7月1日に、 県に提出し、三重県地球温暖化対策推進計画の2010年度までに、温室効果ガスの排出量を基準年度から14%削減を目指している。生活排水処理施設生活排水については、公共機関と同様の第三次処理まで行って、向こう外の水に処理しており、処理された排水の汚染濃度は国や、 県の排水許可基準を大幅に下回っている。また、処理水は、トイレの洗浄水や緑地への酸水処理等に二次、利用し海洋への排水は、ほとんどされていない。水質汚濁防止法、BOD、COD は 120ppm 以下、SS は 150ppm 以下。ゴミ焼却施設開業当初より稼働しているゴミ。 焼却施設については、2001年にバグフィルターを導入し、ダイオキシン濃度を大幅に減少させている。ダイオキシン対策特別措置法による、ハイガス濃度基準10テオ、柔軟手を 3N 以下自家用発電施設島スペイン村内で、使用する年間消費電気量の60%程度を自家発電しており、電力会社からの送電により、電力消費ロスが少なく、 発電効力が大きいため、使用電力量の削減も可能となった。また、排熱は隣接するシーズニーアミゴスの温水に利用されており、二酸化炭素の排出量を年間で約250トン前後削減している。生ゴミ処理施設施設ができるまでは、島スペイン村内で廃棄される、年間約500トンの生ゴミは焼却処理されていたが、生ゴミは、 通常のゴミ焼却より燃焼効率が落ちるため重油消費量が多かった。しかし、施設完成により重油消費量が削減できたため、燃焼に伴うダイオキシンの発生や二酸化炭素の発生を低くすることが可能となった。また、生活排水処理の際に発生する汚泥についても、汚泥脱水処理機を導入しスポンジ状の脱水ケーキとし、 ゴミ堆肥プラントにてバクテリアと合わせて、肥料とシムらないの植栽の土壌改良剤として使用されている。現在のスポンサー企業契約が終了した、スポンサー入り口クエントスの森、エヴァニシーホールアンダルシア地方のサンタクルス協会 20th anniversary の新アトラクション、トマティーナ1995年11月に発表された、三菱総合研究所による、 シマスペイン村の社会、経済効果についてのレポートでは、開業後1年間の生産誘発額は、全国で9854億円とされている。シマスペイン村建設費、鉄道投資などを含む開業1年後までの、総投資額は2824億円で、開業前に、第二次産業を中心に4578億円、開業後に、サービス業、 商業を中心に5276億円の生産が全国で誘発されたとしている。そのうち、三重県内への生産誘発額は6164億円で、三重県の1992年度産出額15兆2000億円の4.0%を占めた。三重県観光レクリエーション入り込み客数推計書によれば、 1994年度の伊勢島国立公園の入り込み客数は、島スペイン村の開業と伊勢市で開催された、祭り博、三重による入り込み客増で1953万7千人と、前年より445万7千人も増えたが、翌年には1416万9千人まで減少し、1999年度以降は、約1000万人程度に落ち込んでいる。 2005年度の県全体での観光レクリエーション入り込み客数は4469万5000人で、伊勢島国立公園は23.4%に、当たる1405万6000人を集客している。その内訳は、伊勢神宮が565万9000人で54.1%。 島スペイン村が156万8000人で15%、鳥羽水族館が87万7000人で8.4%を集客しており、愛知万博の影響で伊勢神宮を除き入り込み客数が減少したが、それでもこの3施設で伊勢島国立公園の入り込み客の77.5%を集客している。また、 県内の主要有料観光施設で100万人以上集客しているのは長島温泉の448万5000人をトップに鈴鹿サーキットの245万3000人、島スペイン村の156万8000人までとなっている。島スペイン村、長島温泉、鈴鹿サーキット等の入り込み数が機械エンターテインメントビジネスや三菱、 UFJ リサーチコンサルティングによる、東海3県主要集客施設、集客実態調査等と異なるのは、県観光レクリエーションのみ、集計期間が1月から12月までの年度単位で集計するのに対し、民間企業の発表数は、事業年度の4月から翌年3月までで集計しているため、近鉄は2006年7月25日に、 近畿日本鉄道、島スペイン村関連事業の再編を発表したが、内容は減損処理会計導入に伴う資産の買い上げ等の支援策の際に複雑化した、島スペイン村関連資産の所有権と経営主体を整理し事業の効率化と債務の分離を目指したもので、テーマパークに関する資産を、旧運営会社島スペイン村から称号を変更し、 債務も含め資産管理会社となる、島スペイン村土地建物と近鉄に移譲し、ホテル関連資産を呼び、経営事業についても、2006年10月1日に、近鉄島ホテルリゾートから、近鉄レジャーサービスに譲渡された。これにより、島スペイン村関連事業の経営はすべて、近鉄グループのレジャー事業の中核企業である、近鉄レジャーサービスが受け持つこととなり、同社が、 島エリアで経営する、賢島放送園や島マリンランド等との効率的な運営を図れる体制が整った。近鉄レジャーサービスは、島スペイン村の中に、実質的な本社を構えている。なお、島スペイン村の運営は新たに設立された、運営会社島スペイン村が、近鉄レジャーサービスから、全面委託され、従業員も全員転籍している。なお、 シマスペイン村土地建物株式会社は2009年10月29日付で解散となった集計期間2009年度までは3月から翌年2月末までの事業年度ベースで集計されていたが2010年度からは2月の休園日明けから翌年の休園日前日までの事業年度ベースでの集計に変更されている入園者数データは 島スペイン村広報資料を呼び、機関エンターテインメントビジネスを参照。エスパーニャ通りスペイン語で、パルケは公園。エスパーニャはスペインの意味で直訳すれば、スペイン公園。パーク内は4つのエリアで構成され、スペイン各地の建物をモチーフとした街並みやアトラクションが配置されており、スペイン人エンターテイナーによるショーやパレードもある。 稼働中のアトラクションピレネー、スチームコースターアイアンブルドンキーホーテ冒険の旅、カンブロン劇場ピエロ・ザ・サーカス終了した、アトラクション稼働中の展示施設ハビエル城博物館、終了した、展示施設コロシアム上演中のエンターテイメント、エスパーニャカーニバル 20th anniversary の、アデランテの出し上演終了した、 エンターテイメント上演終了と再会が繰り返されたエンターテイメントダルトチョッキースペインの代表的な文芸作品ドンキホーテをベースに動物たちをモチーフにした新しい物語を設定メインキャラクターは勇気と冒険心にあふれるドンキホーテとそのパートナーであるサンチョパンサその他に5人のファミリーキャラクターが設定されている制作は当初 バルセロナオリンピックのマスコットキャラクターコビーをデザインしたスペイン人画家のハビエル・マリスカルを予定していたがスケジュール面で折り合わずアメリカ・ロサンジェルス在住のデザイナーのトビー・シェルトンに依頼したトビー・シェルトンは現在はディズニーの OVA 制作にも参加しておりオリジナル DVD アニメアラジン・ジャファーの逆襲では監督として制作の指揮をとっているなお 1996年から数年の間、親、会社、近畿日本鉄道の高速バスにもキャラクターが描かれていたが、2000年代に順次塗装変更され、使用をやめている。三重交通は、開業時に運行開始した東京、島スペイン村線にキャラクターを描いたバスを運行していた。傍聴交通や名阪近鉄バスの高速バスにも描かれた。 カルメンホールフラメンコを演出するアバニコットパリージョ、ホテル、島スペイン村白壁、オレンジ色の屋根という、アンダルシア地方をイメージした外観のリゾートホテル。パティオを取り囲み、ロビー、宴会場旨と、3つの客室棟が、ロの字に立つ。また、コルドバ、セビリア、グラナダと名付けられた各客室棟にもパティオがあり、客室は、すべて40平方メートル以上で、 リゾートホテルにふさわしく、ゆとりを持った作りとなっている。開業から1997年3月までは島、観光ホテルが営業権を持ち運営していたが、1997年4月に、旧島スペイン村に営業権が譲り受けされる。この直営化により、テーマパークとホテル間に直接往来ができる、連絡ゲートが開設されるが、2003年に、 近鉄によるホテル、島スペイン村の減損処理に伴い、新たに設立された近鉄島ホテルリゾートが経営し、旧島スペイン村が経営受託した。しかし、2006年7月25日に発表された近鉄による島スペイン村事業再編により、近鉄島ホテルリゾートは2006年10月1日をもって事業を 近鉄レジャーサービスに上都市11月で解散した。現在のホテル運営は新たに設立された、運営会社島スペイン村に委託されている。低料金の B&B 形式のホテルとして、駐車場そばに、シーズニーアミゴスがある。その名の通り季節営業であったが、2020年4月より、通年営業を行っている。過去には、近鉄島磯辺駅前に、 リゾートイン磯部があったが、2020年1月に閉館した。両、ホテルとも従業員寮として建設されたものである。その他、同じ近鉄グループの島観光ホテル、賢島宝送園が、2005年より、オフィシャルホテルに指定される。ボーリングにより地下約1800メートルから湧き出す38.6度の温泉で、泉室は、アルカリ性単純温泉。 1>, 1分間に160リットルの輸出量がある。露天風呂やサウナもある。当初はセルフサービス式のレストランも運営されていたが、現在は閉鎖されている。2003年からホテル、島スペイン村と共に新たに設立された近鉄島ホテルリゾートが経営し、島スペイン村が経営受託していたが、2006年7月25日に発表された近鉄による、 島スペイン村事業再編により、近鉄島ホテルリゾートは2006年10月1日を、もって、事業を、近鉄レジャーサービスに譲渡し11月で解散した。現在の温泉運営は新たに設立された、運営会社島スペイン村に委託されている。2006年2月決算時テーマパークの経営、ホテル、温泉施設の運営住宅30軒島市磯部町。 坂崎あ座げ山952-49000万円、資本金増減一投資有価証券の売却益で最終益を計上。2月1991年5月15日299人、近畿日本鉄道株式会社、33万1600株株式、会社三菱 UFJ 銀行、4200株、KNT、CT ホールディングス。 3200株30交通株式会社、3200株近鉄観光株式会社、2000株株式会社近鉄百貨店、2000株データは、島スペイン村広報資料及び近畿日本鉄道、IR 資料、日経テレコン21、帝国データバンクを参照。パルケースパーニアのキャラクターがペイントされた、夜行高速バス広報資料、 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。